どうも、マサダイです。今日はですね、女性におすすめのガンプラ紹介したいと思います。女性の方で、ガンプラ始めたいな、ガンプラやったことない、でも興味がある、そんな方にですね、ぜひおすすめのガンプラです。まず一つ目、ウィニングガンダム。まあウィニングガンダムじゃなくていいんですけど、この SD って書いてあるの分かりますかね。普通のガンプラと、少し違います。まあ、見れば分かるんですけど、ちょっとちっちゃいですよね。普段のガンダムはもっとなんか大きいような感じするんですけど、ちょっと横にでかいみたいな、ちびでかいみたいな感じのガンプラが SD ガンダムです。簡単に言っちゃうとね、ちっこいキャラクターね、ガンダムのちっこいキャラクターが SD ガンダム。まずね、やっぱりこの外見からしてちょっとね、可愛いよね。このガンダム感がちょっとなくなるのが可愛く見えます。そして、作るパーツ量が非常に少ないです。なので、すぐに作れるということで、飽きが来ないという、作ってて飽きないという、すぐ終わってしまうので、そこら辺もおすすめじゃないかなと思います。まあ説明書見るとこんな感じですね。ちっちゃいでしょ。ガンダムっていうガンダムじゃないでしょ、あんまり。なので SD ガンダムは、女性の方にはおすすめです。続いてはですね、まあ SD ガンダムじゃ物足んない、普通の、ガンプラのサイズで、普通のパーツ量で、もっと可愛いのないの？あります。こちらベアッガイさん、ベアッガイファミリーなんですけど、これは可愛いよね。このパッケージもうね、お母さんと子供が手をつないでるような感じで可愛いです。癒されます。ガンプラとは思えないよね、これ。ガンプラなんです。元になっているガンプラは、ベアッガイさんです。これを色変えたのがベアッガイファミリーです。これがそのベアッガイさんです。ガンプラとは思えないですよね。可愛いです。色がちょっと違うよね、さっきの黄色だったけど、これ白だもんね。ベアッガイさん、じゃあこれママッガイっていうんですね。設定上ママッガイの背中にプチッガイが乗ってます。子供が乗ってるんです。背中に背負う、かわいいね。しかもですね、このベアッガイ、なんとシールによって表情が変えられるんですね。パーツ量はかなりあります。まあ普通のガンプラっていったような感じですね。HG の普通のガンプラはこんな感じです。なのでちょっとね、 SD に比べるとパーツ量が非常に多いので、まあまずね、女性の方は最初は SD からやっていただくのがいいかな。まあそれでちょっと慣れたらね、ベアッガイさんやってみてください。以上のこの2つが女性におすすめのガンプラじゃないかなと、僕は思います。まあもうね、ベアッガイさんまでね行けば、もうHG のガンプラはどれでも作れると思うので、あとは自分のお好みのガンプラ買って作ってみてください。まず始めたいというならね、この2種類、参考にしていただければなと思います。後日ですね、この2つ、作って動画にしますんで、ぜひチェックしてみてください。それじゃあまた会いましょう。バイバイ。